被災地復興支援プロジェクトチームイレブンが福島県入りした。皆さんみたいにこれ後ろ向きで歩いてます。今なお人が住めない警戒区域に何を見て、今度国は株式っていう反逆図、何事も気合だから元気いっぱいですよね。本当力もらいました。被災地で苦しむ人々がどんな言葉を交わ、自民党若手議員のリーダーを追った。今まで警戒区域内を見たことがない方が昨日手を挙げていただいたら、ほとんどの方がまだ行ったことがないということでしたので、福島県の皆さんが失ったものの大きさと、そして私たちがこれからやらなければいけないことの責任の重さをみんなで共有する、そんな一日にしたいと思いますので、最後までどうかよろしくお願いします。今日はありがとうございます。この日参加したのは自民党青年局に所属する国会議員34人と地方議員合わせておよそ150人。最初に訪れた楢葉町は福島第一原発から半径20キロ圏内で決められた警戒区域に隣接する町。チームイレブンは長靴に履き替えスコップを手にした。本当にどうも、お待たせしました。どうも。去年の6月以来。ねえ、お元気ですか？3回目だ。本当にね、まさかこんな天気になっちゃって。いや、本当に。ちょっと後ろ見せてもらっていいですか？はい。突然降り出した大雪の中、見えてきたのは牧場。原発から半径20キロ内の警戒区域、浪江町に被爆した牛50頭が集められている。出荷することも、ましてや殺すことなどできない牛たちに汚染された雑草を食べてもらい除染をするという試みをしている。牧場主は青年局の若手議員にこう言った。今これから総理になったり大臣になったりする人ばかりだと思いますので、どうも本当に皆さんのご期待してます。その期待の大きさは記念写真の撮影でも。小泉純一郎元総理のポスターを大切に保管していてくれた被災者のちょっぴり強引なリクエストにも笑顔で応えて、父と一緒に写真に収まった。こんな感じで。これあれですか、本当3月11日のままですか？同じ浪江町、いざ復興した後にそれを担う若い世代が町に残っていないという現状になりかねない、そういった危機感を持って加速を実現していただきたいと思いますが、その言葉の重さは現場に足を運び続けた